ウィリアム・メレル・ボーリズはアメリカ合衆国に生まれ日本で数多くの西洋建築を手掛けた建築家、社会事業家、新徒伝道者。建築家でありながらボーリズ合名会社の創立者の一人としてメンソレータムを広く日本に普及させた実業家でもある。また YMCA 活動を通し、また大見ミッションを設立し、新徒の立場で熱心に プロテスタントの伝道に従事した。賛美歌や同志社カレッジソングなどの作詞作曲を手掛け、ハモンドオルガンを日本に紹介するなど、音楽についての造形も深かった。アメリカのカンザス州レブンは明日生まれ、英語教師として来日、キリスト教伝道のためもあって、伝道施設の建設を契機に、関西を中心に設計活動を開始。1908年京都で、 建築設計監督事務所を設立し、日本各地で西洋建築の設計を数多く手掛けた。学校、教会、YMCA、病院、百貨店、住宅など、その種類も様式も多彩である。その作品は、いわゆるアメリカンスタイルとして、住宅やオフィスビルに新しい作風をもたらすものとなった。百四十一年に日本に帰化してからは、 家族の一柳水徳子爵区の令嬢を巻き子夫人の姓を取って一柳メレルと名乗った。メレルとは米国より来たりて止まるという写楽である。大見商人発祥地である滋賀県八幡を拠点に精力的に活動したことから青い目の大見商人と称された。また、太平洋戦争終戦直後、連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーと このエフミマロとの仲介工作に尽力したことから、天皇を守ったアメリカ人とも称される。豊里町立豊里小学校級校舎ツッカーハウス2007年5月、滋賀県大見八幡市や兵庫県西宮市の NPO 法人など9団体、個人が呼びかけ人となり、北海道から山口県までの約20団体が参加し、ボーリズ建築文化全国ネットワークが設立された。 2001年、ボーリズ建築である、滋賀県犬上郡豊里町立豊里小学校校舎をめぐり、取り壊して改築しようとした町、PTA と同校舎を残そうと願う一般の人々の間で、激しい対立が生じた。他に、同じ滋賀県にあるツッカーハウスは、解体が決定していたが、その後一転して保存が決まり、2014年に、 国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。